どうも、レイです。12月の2日、水曜日、皆さんいかがお過ごしでしょうか今日最初に取り上げる話題なんですけれども、ほっと一息、街角のイルミネーション、新型コロナ収束や復興の願い込めという記事をね、ご紹介いたします。イルミネーションが楽しみな季節となりました。長野市内でも各地で街を暖かな光が包んでいます。 長野市の南側の運動公園では先月29日からイルミネーションが点灯しています。地元の青年会議所が企画し今年で13回目、会場全体で6万球もの LED 電球が使われているということです。今年は新型コロナウイルスの影響で沈みがちな街の雰囲気を少しでも明るくしたいという思いが込められています。イルミネーションは今月25日までで、 午後5時から午後10時までの点灯です。街を彩るイルミネーション。長野市内には他にも綺麗なスポットがあります。長野市役所、甘利市長のイルミネーション。住民自治協議会と長野工業高校、諏訪中学校の生徒が協力して飾り付けていて、今年で7年目です。今年は地域のイベントの多くが中止となり、住民を元気づけたいと思いが込められています。 イルミネーションを見に来たね、地元の子供たちは、すごく楽しかった、綺麗だったっていうね、感想を漏らしています。点灯は来年の2月19日まで、午後5時半頃からおよそ3時間の点灯です。そして長野市吉田の住宅街に浮かび上がるのは、今年で10回目となるテクノホーム長野のイルミネーションです。多くの花火大会が中止になる中、 打ち上げ花火のデザインで地域を明るくしようとの思いが込められています。こちらの点灯は来年の2月の14日まで午後5時から午後10時の点灯だそうです。そして長野駅と善光寺をつなぐ中央通りも華やかに彩られています。全長1800メートルを41万球以上が彩り、 台風19号災害からの復興や新型コロナウイルス収束の願いが込められています。こちらの点灯はね、来年の3月13日までで午後5時から10時の点灯ですっていうことです。今回のこの記事は長野市内のイルミネーションをね、取り扱っているんですけれども、そしてね、私がね、ちょっと一番注目しているね、場所っていうのがありまして、 それがね、こちらなんです。軽井沢、シライドの滝、真冬のライトアップ開催。星、雪、水、光。軽井沢の大自然を堪能っていうね、こちらなんですけれども、こちらは株式会社、シライドハイランドウェイっていうね、ところが運営してるんですが、こちらのライトアップすごく綺麗なんですよね。今、写真の方をね、出させていただいてるんですけれども、 こちらのシライドの滝のライトアップなんですけれども、今月の19日から来年の2月の14日の期間中で16日間なんです。そのうちのね、セッションっていうのが3つに分かれておりまして、12月の19日から12月の20日、そして12月の24日から12月の27日っていうのがね、クリスマスセッションとなります。そして、ニューイヤーセッションとして来年の1月の2日から1月の3日、 そして1月の8日から1月の11日までがね、ニューイヤーセッションとなります。セントバレンタインセッションっていうのがありまして、こちらがね、2月の11日から2月の14日っていうね、ことでね、この開催日以外ではライトアップはね、行われておりません。これ嬉しいのがね、料金なんですけれども、こちらに行くには有料道路をね、通らなければいけないんですけれども、この有料道路の通行料のみで見学することができます。 このね、写真を見る限りね、とても綺麗だなっていうふうに思いました。イルミネーションを見に行くにもね、やはりソーシャルディスタンスとコロナ予防のためにね、マスクっていうのはね、欠かさずに見に行ってほしいなっていうふうに私は思います。そして、皆さんの地元でもね、イルミネーションを開催しているところあるんではないでしょうかね。たまにはね、目の保養、心の保養としてね、こういうイルミネーションを見に行ってみてはいかがかなっていうふうに思います。 それでは12月の2日、今日は何の日をお送りいたします。日本アルゼンチン就航記念日。1898年のこの日、日本とアルゼンチンとの間に、就航通商公開条約が結ばれました。現在もね、日本とアルゼンチンといえばね、友好関係の深い国だっていうふうに言われていますよね。それでは次です。日本人宇宙飛行記念日。1990年のこの日、 TBS の秋山記者を乗せたソ連のソユーズ TM11 号が打ち上げられ、日本人初の宇宙飛行に成功しました。その後、多くの日本人が宇宙飛行士としてね、誕生して、宇宙へとね、飛び立っていきましたよね。それでは次です。原子炉の日。1942年のこの日、アメリカのシカゴ大学に設置された実験用小型原子炉で、ウランの核分裂の持続的な連鎖反応に成功しました。 指導に当たったのはイタリアから亡命した物理学者のフェルミーで原爆開発のマンハッタン計画にも参加しました。以前にもこの原子炉に関してね、電気の日っていうことでご紹介させてもらったことがあるんですけれども、その時にもね、私言ったと思いますが、核のね、平和で安全な利用というもののね、技術開発であったりとかね、研究っていうものをもっとね、進めていってほしいなっていうふうに私は感じてなりません。 それでは次です。美人証明の日。美人弁天町おこしの会が制定。栃木県足利市にある五福島神社では2006年12月2日に、お最新の市木島姫の御事の分身として美人弁天を混入。これを契機に町内で美人弁天町おこしの会が発足し、参拝者に心柔らかな品性ある美人であることを証明する 日本で唯一の美人証明を発行しているということです。日付は金流の日であり、美人証明を初めて発行した日から、心の優しい美人弁天と美人の国足利をアピールすることが目的ということです。美人弁天にとっての美人は外見的な美しさではなく、すべての女性が持つ女性の心の優しさである。 美人証明はこれを守り証明するものまた美人証明を身につけることで弁天のご加護が降り注ぎ心穏やかに優しく美しい女性となると言われています美人証明にはカードサイズとハガキサイズの2種類があり贈り物にも最適であるっていうふうに紹介されていますこの美人っていうね定義確かにそうだなっていうふうに思います 私もね、同様に考えていまして、美人っていうのはね、やはり心の優しさとか心の美しさっていうものをね、当てはめることがよくあります。逆にね、外見だけが美しい人、こういう人をね、美女とか美男とかっていうふうに呼んだりします。そして、私の中ではね、その両方を兼ね備えた人を、別品さんっていうふうに呼ぶようにしてるんですよね。この別品さんっていうね、言葉、 すごくね、柔らかくてね優しくてっていうような感じがしませんかね。それでは今回は以上にしたいと思います。どうもありがとうございました。